北海道胆振リ東部地震は2018年9月6日37 3時7分59.3秒に北海道胆振リ地方中東部を震源として発生した地震である。地震の規模は MJ6.7、震源の深さは 37km。最大震度は震度階級で最も高い震度7で北海道では初めて観測された。気象庁は同日この地震を 平成30年北海道胆振リ東部地震と命名した。なお、地震発生直後には、震度データの入電しない地点があり、気象庁は当初、阿比良町で観測された、震度6強を最大震度として発表していた。その後、厚間町カルマで震度7を観測していたことが、当日夕方までに判明した。また、本地震の震源がある、イブリ地方中東部では、 2014年7月8日18時5分に白尾井町で最大震度5弱を観測する地震が2017年7月1日23時45分に阿平町で最大震度5弱を観測する地震がそれぞれ発生している。震度7が観測されたのは1995年兵庫県南部地震2004年新潟県中越地震2011年 東北地方太平洋沖地震2016年熊本地震に続いて観測史上6例目。本地震の発震機構は東北東西南西方向に圧力軸を持つ逆断層型でプレート内で発生した地震である。余震は最初の震度7の地震の震源地から南北に広がっている。傾斜角は70度で広角な逆断層型である。 現在の東西や縮状において、このような南北走行の広角な逆断層は、形成することは難しい。これは、全身予行機から、中心予中期における右横ずれ断層が逆断層に、インバージョンした可能性が指摘されている。予進域の深さは、上端は7キロメートル下端は 45km で、 上部近くから下部近く深さ 26km 付近の模倣面を貫通して上部マントルに達する。上端の7キロメートル以前は堆積層では余震はほとんど分布しない。東北日本や西南日本では断層の諸星破壊は通常上部近くのみで上部マントルまで達するようなものは見られない。これは断層深部では 地熱温度が高温となり、モロ性破壊を起こさずに、蘇生変形となるためである。北海道中軸において、上部マントルでモロ性破壊が起きる理由としては、地島前後から剥離し、沈み込んだ地殻が、直接マントルを冷やすと同時に、マントルの熱対流に対する傘の役割を果たして、地熱の上昇を阻害していると考えられている。また、 プレートから脱水した流体が剥離した近くにぶつかって、この地震の起震断層付近が流路となり、付近室構造による応力集中で横ずれ断層が現在の東西や縮状を反映して逆断層へのインバージョンし活動した可能性が指摘されている。なお、この地震は震源の深さが 37km と同じく震度7を記録した過去の他の地震と比べ、 比較的深い場所で発生した。前述の震度7を記録した地震の中で、東北地方太平洋沖地震以外の4例はすべて、陸域プレート内での地震だが、いずれも深さ数十キロメートルでかなり浅かった。サハリン、北海道中軸部では、白秋から、四神夜における、オホーツクプレートのユーラシア大陸東園への沈み込み、前神夜における、オホーツクプレートの右横ずれ運動、 中期中心予におけるセコ海盆運動による右斜め、衝突運動などによって厚い大陸近くが形成された。日高山脈では後期中心予以降における千島海溝の斜め沈み込みに伴う千島前湖スリバーの精神による東西短縮運動によって急激に隆起した。この急激な隆起は後期精進予には衰え、主な東西短縮の場は、 日本海東野にへと移動したとされている。しかし、現在でも日高山脈付近では、東西短縮が継続しており、活断層として、石狩低地東園断層帯などが分布しているほか、1982年には、内陸近く内地震の浦川沖地震が発生している。この地震の信号付近では、以前にも、1942年2月28日、 1949年4月20日、2014年7月8日、2017年7月1日に MJ5 以上の地震を観測している。推計震度の分布震度分布当初、震度速報では、厚間町、向川町、日高町、ビラトリ町、新ップ町の震度データが入電されず、阿比良町で観測した震度6強を最大震度として発表したが、 その後の入電により、震度7を厚間町カヌまで観測していたことが分かった。震度7を観測したのは、2016年の熊本地震以来2年ぶり、観測史上6回目。このほか、震度6強を厚間町、京町、阿比町、向川町で観測した。また、気象庁の震度推計分布図によると、北海道阿比町及び、 千歳市で局地的に震度7相当の揺れがあったと推定されている。この他にも防災科学技術研究所の共振観測網によると北海道阿比町にある追い分け観測点で震度7相当の揺れを観測していたことがわかっている。これらのデータをもとにした J リスック地震速報による推定震度では厚間町、阿比町、向川町、千歳市では 局地的に震度7相当の揺れがあったと推定されている。また、日高町、栗山町、苫小牧市では、局地的に震度6強を観測したと推定されている。ただしいずれも気象庁の震度発表対象ではないため、観測点の震度には反映されていない。札幌市東雲当初はデータが入電されていなかったが、9月7日午後に、 震度6弱であることが確認された。札幌市で震度6弱以上を観測するのは史上初である。最大加速度は以下の表の通り。記録された最大値はキックネット追い分け観測点の1 5 0五ガルであり、上位10観測点中級観測点で600ガルを超える値を観測している。本震発生直後の9月6日3時20分、頃には、 M5.5 最大震度4の余震が発生、さらに5ヶ月以上が経過した2019年2月21日21時22分頃にはこれまでの最大余震となる M5.8 最大震度6弱の地震が余震域の北側で発生している。M5 を超える余震は以下の通り、以下は 消防庁集計による2019年8月20日時点の被害状況である。震源に近い湯仏郡厚間町では土砂崩れに巻き込まれた36人が死亡した。特に吉野地区では多くの住宅が巻き込まれ、吉野地区の住民34人のうち19人が亡くなった。厚間町、阿比良町、向川町では多くの住宅が倒壊した。このほか 東央地域を中心に道路などの損壊が相次いだ。札幌市清田区では液状化現象が発生し道路が波打ち状に大きく損壊、住宅が傾いたりした。室蘭市の新日鉄住金室蘭製鉄所並びに厚間町の北海道電力とマトを厚間、ま、火力発電所で火災が発生した。また新日鉄の火災は室蘭港に延焼した。 全道で停電が継続した影響で、7日、自家発電機を回したことが原因と推定される1、酸化炭素中毒により、空地群上富野町と標別郡標別町で合わせて2名の死亡が確認された。土砂崩れこの地震では、強振動によって、厚間町を中心に広い範囲で土砂崩れが発生した。国土交通省によると、崩壊面積は、 推定約13.4平方キロメートルで、農美地震や新潟県中越地震を超え、明治以降で日本最大であった。この土砂崩れの滑り面は、高架軽石層が関係していることが指摘されており、周辺の地表は、四骨カルデラを作った4万年前の巨大噴火や、江庭岳、孫崎山噴火によって噴出した、火山灰や軽石などの手札層が形成された。 不安定な地層構造であった。前日の台風や6から8月の降水量が平年の約1.6倍と多かったことから土壌に多量の水が含まれ一気に表層崩壊したとも考えられている。また高価軽石層は透水性が高く科学的風化で粘土化し土砂崩れが起こりやすくなっていた可能性も指摘されている。 また崩壊した地表に生えていた唐松や紅葉樹などの樹木の根は上位の埋没腐食層のみに密集市会の手ラ層には達してしなかった。農業用水用の厚間ダムでは9月6日土砂崩れにより水路が埋没していることが確認された。農林水産大臣斉藤健は今後の降雨によりダムが溢れることに対する対策を 自衛隊の協力も含め検討していることを語った。二級河川日高幌内川では、長さ約1100メートル、高さ約50メートルの規模で土砂が、稼働に流れ込み稼働閉塞が発生した。地震により多数の土砂崩れが発生した、厚間町北部の航空写真。山肌が茶色くなっているところが土砂崩れ箇所。液状化現象地震による液状化現象と見られる異常が、 北海道内15市町の2900カ所以上で発生した。土砂崩れで渦漏れて確認できない地点を含めれば実数はさらに多いと推測されている。地盤が軟弱な堆積層や造生地で目立った。2018年9月26日時点の共同通信による各自治体への取材に基づく記事はご市町と報じられていた。トマト火力発電所敷地内。 苫小牧港以降、コンテナターミナルのほか札幌市、北広島市、江別市内である。札幌市の液状化現象では、道路が隆起した。また、清田区では、地震発生当日、少なくとも2カ所で道路が陥没し、うち、里塚一条の現場では、周辺複数家屋が、陥没道路に向かって傾いた。人工衛星だ。 12号で得られた干渉 SAR 画像と米軍航空写真を解析した横田らは液状化による地盤変異が観測された箇所は豊平川の旧稼働、旧野地形を埋め立てた履歴があったと報告している。また青山も谷部分を埋めた造成箇所での液状化被害が顕著であったと報告している。大規模停電地震により道内で使用される電気の半分以上を 供給していた最大規模のトマトを集ま火力発電所では、ボイラー管が破損し、3機のうち2号機、4号機が緊急停止、東北、函館で停電が発生した。さらに地震発生から18分後の3時28分に1号機も停止した。このため連鎖的に他の発電所も停止し、北海道、本州間連携設備の送電も止まった。この結果、 道内の離島などを除くほぼ全域、約295万戸で停電が発生した。道内全域停電は1951年の北海道電力創設以来初の出来事である。また、停電により、泊まり発電所の外部電源が喪失し、非常用電源に切り替わった。大規模な停電により、災害機関病院では、通常の救急対応ができない状態が発生。 一部では、救急車の受け入れのみ再開した。電気事業連合会によると、管内のほぼ全域で電力が止まる、ブラックアウトが起きるのは初めてである。また、前述の通り完全復旧に時間を要することから、道内で臨番停電の実施を計画。管内を60のブロックに分け、1回2時間程度送電を停止する計画で、実施は2日前までに予告する形となる。 9月14日には一定の供給力を確保できたため、計画停電は当面は実施する必要はないとした。鉄道北海道旅客鉄道は地震により北海道新幹線を含む全線で始発からの全列車の運転見合わせとなった。これにより東北新幹線も北海道新幹線への直通運転を停止した。主な被害としては、 千歳線南千歳駅沼の単駅間で、軌道変異、耳信号場上内駅間で、軌道変異、森土切裂、関昌線南千歳駅、西風山信号場間で、軌道変異、沼の沢駅南進水沢駅間及び、南進水沢駅,駅清水沢駅間で倒木が、発生するなどした。また、札幌市営地下鉄全線、札幌市電、函館市電、 道伊沿リビ鉄道も運行を停止した。施設面では、札幌市営地下鉄南北線で、外資脱落、漏水、点鉄器屈曲などが発生しているものの、その他の路線での被害はこの時点で確認されていない。北海道新幹線、札幌市電は9月7日から運転を再開した。バス、北海道中央バス、JR、北海道バスをはじめ高速バスで20事業者、 路線バスで25事業者が全線で運行を休止している。航空自身の影響を受け、新千歳空港では設備の破損や停電が発生、またターミナルビルで多数の水漏れなどが発生したことにより終日閉鎖し、当日の運行をすべて見合わせた。また、メマン別空港も停電の復旧のめどが立たないためとして、同日14時にターミナルビルを閉鎖、13時以降の 全便が欠航となっている。また、フィリピン航空は9月10日に新千歳マニラ線に新規就航する予定だったが、地震の影響を鑑み就航日を2018年10月8日に変更したものの、その後も地震の影響により、訪日需要が予想を下回ったことなどが原因で2018年12月7日に就航日を再度延期した。道路地震発生直後から、 道内の高速道路の一部で通行止めが発生したが、一部のインターチェンジ閉鎖を除き6日17時5分までに解除された。6日11時の時点での通行止め区間は次の通り。高速道路以外の有料道路ではもいは、山観光自動車道が全線通行止めとなった。また、日高自動車道の無料区間についても、地震直後から通行止めとなり、 その後順次通行止めは解除となった。しかし、厚間 IC 日高富川 IC 館は地震による影響で地割れや激しい起伏が生じたため、応急処置をした後、最高速度を時速5 0トルに制限して通行止めを解除した。通信発災直後からの停電の影響で道内9町の一部で固定電話3万4000回線が不通となったほか、 設備の非常用電源の枯渇により6万9000回線に影響が出た。携帯電話でもつながりにくいエリアがあった。固定電話は9月6日午前中に仮復旧したが、停電長期化の影響で非常用電源が枯渇し、約14万回線に影響を及ぼした。水道北海道内の45市町村では一時期、最大で6万1201個が断水したが、 水道管が破損したアビラ町や浄水場が破損した厚間町など約5000戸が断水。農林水産業9月16日時点の北海道町の推計では農林水産業への被害額は約397億円である。停電の影響で落農家や牛乳工場での生乳の廃棄が相次いだ。落農では大規模停電のため搾乳ができず乳房園が多発し、 死亡する父牛も発生している。畑や自宅が被災した農業者は多く、共同選果場などの施設も損傷し、収穫期を迎えたトマトやジャガイモ、米などの出荷は、ままならない状況となった。製造業6日、苫小牧市のトヨタ自動車やカルビー、札幌ビール、マルハニチロなどの工場。四つ、溶乳業は、釧路市と浜と別町の2工場が、 停電の影響により操業を停止。新日鉄住金室蘭製鉄所では小規模な火災が発生したが沈下。一部では非常用発電設備により操業を継続しているところもある。金融業6日、停電の影響で札幌証券取引所は終日売買停止となった。ほか、北海道電力は9月中の記載を見送った。 サービス業物流全道停電の影響で、新千歳空港、鉄道貨物が全面ストップし、トラック運送についても信号機が復旧せず、安全確保のためストップ。停電解消次第順次再開見込み。これにより道内及び道内外間の物流が麻痺し、スーパーマーケットなどで商品不足が相次いだ。小売業日高地方最大の商業施設、イオン静内店が、 地震による建物の損傷により、9月6日から臨時休業となった。一部店舗は屋外にて臨時営業を続け、テナント撤退も起きた。復旧作業は10月下旬まで続き、10月20日に再開店した。観光産業9月16日時点で北海道がまとめた被害は約292億円。被害のうち宿泊は、 全道で94万2000件のキャンセルが生じ、被害額は約117億2500万円。また、観光バス関係で4000人、約3億7400万円となっている。なお北海道への観光産業の復興を支援するため、旅行費を割り引く、北海道復興割が2018年10月1日から2019年3月末まで実施された。 放送メディア道内には NHK と民放を合わせて160カ所の地上波テレビ放送の中継所があり45局で停破した。ケーブルテレビ局は31社中13社でサービスが停止した。ラジオ放送では NHK の AM、FM は停破しなかったが民間の AM2 社35局のうち2社4局が停破。また NHK ラジオの一部地域は 海戦フッツにより、札幌ではなく東京ローカルの音声が流れた。民間の FM2 社18局のうち2社3局が、停破した。コミュニティ放送においては、27社中11社で、親局が停破し、7社で、中継局が停破した。政治自由民主党総裁選挙が9月7日、告示、同月20日投開票の日程であったが、 北海道の厳しい状況を最優先し、政府、党を挙げて対応するため、7日については、届け出のみとし、同月9日まで活動を自粛した。党本部における候補者の初見発表演説会や、共同記者会見については10日に、8日に予定されていた日本記者クラブ主催の討論会と、9日に予定されていた、党青年局、 女性局主催の討論会はいずれも14日にそれぞれ延期することとし、16日に北海道で予定していた演説会については宮城県に変更するなどとした。一方、安倍晋三内閣総理大臣のロシアウラジオストク訪問については10日から13日にかけ予定通り行われた。スポーツ芸能関係その他気象、地象、行政機関の対応。 および使用期間の対応の時系列をまとめる。時刻はすべて日本時間、時刻表記は24時間制。日本海を北上した台風21号が地震発生前日の9月5日朝にかけて北海道付近を通過し、暴風により道内で6人が負傷、建物の損壊や停電が発生し、鉄道が運休するなど被害と影響をもたらしていた。 安倍晋三首相が地震発生後初の北海道現地視察に赴き午前中に札幌市内午後は厚間町に移動した。また安倍首相は関係閣僚会議で2018年度予算予備費から5億4000万円を被災者生活支援に拠出することを表明した。またこの日 JR 貨物の道内運行が一部で再開された。 経済産業省は計画停電回避のため13時、道内企業及び道民に対して20%の節電を呼びかけた。経産省の節電の求めに応じ、札幌市営地下鉄、札幌市路面電車などが運行本数を減らしたほか、JR 北海道は特急列車の間引き運転保管駅や事業所の照明、空調調整による節電を行うなどして対応した。 10日時点で死者数は41人となり、北海道は安否不明者がいなくなったことから捜索を終了した。道内のガソリンスタンドでは、ほとんどの店舗で通常営業が始まった。気象庁は、緊急地震速報を地震派遣地から7.3秒後の3時8分12.6秒に、北海道の胆振リ地方と日高地方と石狩地方と、 空地地方に対して、14.7秒後の3時8分20.0秒には、北海道の胆振地方と日高地方と空地地方と、石狩地方と十勝地方と上川地方と、尻部市地方と大島地方、青森県の下北に対して発表。また、地方公共団体の防災対応を支援するために、ジェットを派遣すると、地震発生当日に発表した。 北海道は6日3時9分に本庁に災害対策本部を及び東京事務所に災害対策地方本部を設置3時50分に災害派遣医療チームの調整本部を設置したまた6日に災害救助法施行令第1条第1項第4号の規定により北海道内179市町村の区域を災害救助法による救助を実施する区域として 指定する北海道国事第1802号を発出した。国土交通省では災害対策本部会議を数度にわたって開催したほか災害対策用ヘリコプターを3機派遣し情報収集を行った。また測量用航空機により上空からの撮影作業を実施し緊急災害対策派遣隊も派遣した。地震発生直後内閣府に 災害対策室を設置。また、安倍晋三内閣総理大臣は、総理大臣官邸で、記者団にコメントを発表し、政府として、人命第一で、政府一丸となって、災害応急対応に当たると語った。また、同年10月1日付で激甚災害への指定を、行った。総務省は、大臣官房総務課に、大臣官房長を長とする、災害対策本部を設置し、 自治体支援を実施した。また、北海道の179市町村に対し、災害救助法を適用した。地震直後に、消防庁長官を長とする消防庁、災害対策本部を設置し、消防庁職員を北海道各地に派遣した。胆振東部消防組合消防本部では、地震後に通信機材が被害を受け、119番通報が受信できない状態となった。 警察からの転送や職員が巡回するなどし被害の把握に当たった。総務省消防庁では消防庁長官の求めにより、東京消防庁と横浜市消防局が消防防災ヘリと隊員を派遣、川崎市消防局の緊急消防援助隊、東北地方各県の防災ヘリ、統合機動部隊が出動、現地で救助活動を実施。なお、発災直後に、 消防庁長官の求めにより、札幌市消防局の指揮支援隊が出動している。東京消防庁では、航空消防救助機動部隊を派遣。その後、地上部隊として、消防救助機動部隊など、計26対100名を派遣。その後、上空からの救助活動のため消防ヘリ、白鳥一機十名、広報支援活動のため特殊車両など、合計五対十五名が派遣。 舞台は大洗港から苫小牧港までフェリーで向かった。東京消防庁の緊急消防援助隊は9日まで活動を行った。東北や関東の消防から派遣された緊急消防援助隊は9月6日から10日までで陸上544対2119名、航空46対399名が活動し20名を救助した。 警察庁と北海道警察では警備局長及び北海道警察本部長を長とする災害警備本部を設置。警視庁では特殊救助隊員9名と警備犬1等が出動した。東北と関東の各県警察本部は警察災害派遣隊を派遣し災害対応を行ったほか、生活安全や地域警察、交通警察など、 被災地震発生直後の3時9分に防衛省災害対策本部を設置。3時11分に防衛大臣指示。3時25分に海 -2 戦闘機が情報収集のため三沢基地を離陸したのをはじめ、陸海空各自衛隊から航空機が離陸。また、 陸上自衛官による LO 派遣、ファストフォース派遣を実施した。同日6時0分に北海道知事から陸上自衛隊第7師団長に対して災害派遣要請を行った。以後北部方面体艦区の第7師団第11旅団の陸自部隊を機関に部隊派遣を実施している。2018年9月6日13時30分時点で 人民4900名、航空機2機、艦艇4隻体制で災害派遣実施中。同年10月14日付で人命救助、道路警戒、給水支援、入浴支援、給食支援、輸送支援、厚間ダム支援などを終了した。海上保安庁本庁及び第1管区海上保安本部に災害対策本部を設置した。北海道庁より 北海道うちの d マットに派遣要請。苫小牧市立病院を拠点として d マット2体を派遣した。9月19日時点の判明文で学校など354の教育施設が被害を受けた。北海道教育委員会は6日8時、同立学校に対して休校の指示、市町村立学校に対して休校の要請をし、 道内の公立学校の95.8%に当たる1891校が休校となった。また、7日は道内公立校の60.7%に当たる1197校が休校となる予定。東京都では被災地からの要請に適切に対応できるよう各部局の幹部らが出席して危機管理対策会議を開催した。NTT では 道内すべての公衆電話を無料開放。災害用伝言ダイヤル及び Web171 の提供を開始した。大手携帯電話各社では、支店や店舗に携帯電話の充電を無料で行える場所を設けるなどした。NHK は災害救助法が適用された市町村で建物が半壊、半殖、床上浸水以上の被害を受けた被災者の9から10月分の NHK 受信料を免除すると発表した。9月6日、損害保険大手各社は災害対策本部を設置した。翌7日、停電で6日の取引を停止していた札幌証券取引所は取引を再開した。北海道を地盤とするコンビニエンスストアチェーンの成功マートは地震が起きた6日も全道約1100店舗のうち50店舗以外は営業。ホットシェフでは スタッフ総出で温かいおにぎりや惣菜を提供、さらにオフラインのレジなども使って食料を求める客の迅速対応もいった。STB ラジオは被災地支援を目的として9月17日に札幌で行われた同局の主催イベント、ズルハグリーンウォークの参加者から募った義援金を元手として電池付きの携帯ラジオ30台を被災地へ贈呈。東京都は フィンランド製の乳児用液体ミルク1050個を北海道庁に提供したが、ほぼ全量が使われなかった。SNS などインターネット上で9月6日以降、複数のデマが流された。例えば、実際には発表されていない断水予定、48時間以内に本心が来るといった警告が自衛隊、消防士、NTT からの情報と称して拡散された。 2016年の熊本地震の被災地である熊本県内4大学の学生で作るボランティア団体 KC3 が9月10日正午頃に実施したサイバーパトロールでは火事場泥棒や携帯電話の不通などを含めて35件のデマ情報が発見された地震で液状化現象が発生し住宅が傾くなどの被害が生じ 住民以外の立ち入りが規制された札幌市、清田区において立ち行きからの見物人、矢地馬が多数入り込み、中には傾いた絵をバックに記念撮影するなどのケースが相次いでいる。市では住民感情に配慮するよう呼びかけているが、矢地馬に注意すると逆上するようなケースもあった。ありがとうございます。